こんにちは、ビブス中野です。今日はですね、今工事している家づくりの、設計の概要の解説と、それと間取りの解説で、完成イメージパースのご紹介をしたいと思います。でちょっと今からコンピューターに切り替えてコンピューターの方で、解説しますので、よろしくお願いします。では行ってみます。はい、ということで画面を切り替えてこれからちょっと説明したいと思います。で、今回ですね、今、工事している家づくりの、設計の解説と完成イメージの、説明ということで3つあります。で1つは設計概要の解説、それと間取りの解説、それと最後に、完成イメージの紹介をしたいと思います。で、設計概要の解説なんですけれども、ちょっとこれは細かくなっちゃうんで、ちょっと早口で説明していきたいと思います。で、今回の敷地概要なんですけれども、用途地域が第一種住居地域、防火地域が法22条の地域、その他の地域で埋蔵文化財があります。それと指定建蔽率が 60%、指定容積率が 200%。確かこれ全面道路が 4.7m なんで、これ地域によって 0.4 かけたり 0.6 かけたりするんですけれども、今回は 0.4 かけて、188% になります。なんで、全面道路によって容積率が変わったり、もします。でこの辺なんですけれども、法律的なこととか、もしくは用語の解説なんかで言うと、一つ一つ解説していくのがすごく時間かかってしまうんで、今回は割愛するんですけれども、今後改めてちょっと各項目、法律とか用語の説明解説なんかも動画を上げていこうかなと思ってます。なので、ちょっと今回は解説は割愛しますけども、改めて動画を、上げていきたいと思います。で、それと次なんですけれども、今回敷地面積が約25坪で、25坪っていうことは建蔽率が 60% なんで、25坪に 0.6 かけて、許容の建築面積、これだから、建築面積最大で15坪、取れますよということですね。で、許容の延べ床面積が188% なんで 1.88 かけて47坪ということになります。で次なんですけれども、建築概要です。で建築概要は、建築面積15坪、これもマックス取ってます。もうギリギリまで、建築面積を取るようにしました。で、延べ床面積が27坪で、屋根裏収納別って書いてますけども、一応今回屋根裏収納があります。で、木造2階建ての在来工法です。で屋根裏収納ありということです。で、最高高さが 8.6m で、最高の軒の高さ 5.8m。 この辺もね、建築基準法上でちょっと必要な、寸法になったりとかするんですけれども、これもまた別動画で法律とか、用語の解説をしていきたいと思います。で主な仕上げ材料として、外壁はサイディングの 16mm で、一部ちょっと、吹き付けとか、してますけども、で屋根がガルバニウム鋼板で、軒裏が杉板の 12mm、を張ってます。で、今回耐震等級3を取ってます。で耐震等級3って何かっていうと、通常ですね、建築基準法上の基準の強度を1とすると、耐震等級2がそれの 1.25倍で、耐震等級3っていうのが 1.5 倍の強度となるように、構造計算してます。なんで、今回耐震等級3を取ってますんで、建築基準法上の、強度の 1.5 倍ということです。で、省エネに関しては断熱等性能等級4を取ってます。なんで、これ何かっていうと、フラット35っていう、住宅ローンの金利、があるんですけれども、フラット 35S の金利 B っていうのを使える、仕様にはなってます。で次ですね、間取りの解説ということで、今回1階と2階の平面図をちょっと持ってきました。
で、先ほども紹介しましたけども、今回の工事の家づくりはですね、木造2階建てで、建築面積もマックスの15坪で、延べ床面積が27坪としています。で、次のスライドで各階の解説を、していきます。で、まずは1階なんですけれども、1階の間取りをちょっと解説していきたいと思います。で、ポイントとなるところを、各項目で、解説したいと思うんですけれども、その位置としてですね、今回キッチンをちょっとメインというか中心に、考えてます。で、キッチンを、中心として、家事動線をコンパクトにしてキッチンからの家の気配が感じられるような間取りとしています。これどういうことかっていうと、キッチンから例えば洗面とかホール、階段とか、リビングの方も全部見渡せるような、配置にしてます。で、キッチン横にはですね、収納を設けて、まあ、リビングとキッチンの収納も、できるようにしてます。で、本来ならもうちょっとね、パントリーという形でキッチン横にスペースを設けた方がいいのかなとは思うんですけれども、まあそれでもまあ今回はその15坪という制限もあったんで、できるだけまあ奥行き、これ収納はだいたい80センチぐらいの奥行きの収納なんですけれども、収納スペースを確保してます。で、その2としてですね、まあ、建築面積15坪を最大限生かして、お施主さんの要望を取り入れつつも極力無駄を省いた間取り作りという形で、お客さんからの要望で、脱衣と洗面を分けたいというのがありました、今回。で、まあそれも理由は、やっぱり家族さんちょっと多いんで、まあ、脱衣でお風呂入ってる時に鍵閉めて、洗面が使えないということも考えられるんで、それは、脱衣と洗面を分けたいということで、今回分けてます。ただまあやっぱりもう極力無駄を省いて、無駄っていう無駄が何かっていうと、例えば無駄な廊下を作らないとか、いう形でコンパクトに、まとめてます。で、その3ですね。で、わずかなスペースでも、玄関収納を確保ということで、玄関の横に玄関収納という形でスペースを取ってます。なんかキャンプとか、そういう外で使うような道具を、玄関のところで収納したいということでしたんで、そういうスペースも確保してます。で、その4としてですね、今回、まあ、これも、お客さんの要望なんですけれども、リビング階段、にしたいと。いうことがあったんで、リビングに階段を持ってきてます。ただまあそれもですね、2階のバルコニーがあるんですけれども、そこへ直結するような形で、リビングから、まあ、キッチンからですね、キッチンから階段使ってバルコニーに直結するような形で、家事動線を短くしてます。で、またですね、玄関ホールに上がってすぐ階段にたどり着けるような動線、計画もしてますという形です。こういう形ですね、玄関からホール上がってすぐ階段に行けますよと。で、階段上がるにしても例えばお子さんが家帰ってきて、もう誰の目にもつかずに2階に上がってしまうということがないように、1階リビングに入って階段上るという形ですね。で、その場合でも、キッチンにいながら、まあ、人の気配が感じられるという配置にしてます。で、これが家事動線ですね。家事動線が短くなるように、キッチンから2階のバルコニーに、スムーズにアクセスできるようにしてます。で、次2階なんですけれども、まあ、2階に関してはですね、先ほども申し上げましたけども、リビング階段から直結、できるようなバルコニー、を設けてます。で、バルコニーの配置も、まあ、よくあるというか、あんまり やりたくはないんですけども、例えばどっかの部屋を通ってバルコニーに行くというプランも、まあ、たまに見かけたりとか、僕 もうどうしようもない時はそういう形も、したりはするんですけども、極力そういうのは避けたいなとは常々思ってるんですけども、基本的には、廊下からバルコニーとか、まあ、いうのが一番ベストかなとは思ってます。
で、今回はそのバルコニーに対して階段をすぐに、階段上がってすぐにバルコニーに行けるように、配置しています。それとですね、そのバルコニーと階段のすぐ横のところにウォークインクローゼットを設けてます。で、これ何かっていうと、家族全員分の、洋服とか、いうのを、まあ、こういう階段に近いところに持ってきたらですね、例えば出かけるときとか、例えばバルコニーの洗濯物をすぐにウォークインクローゼットに入れれるとか、で、入れた、衣類なんかを各個人で自分の部屋に持っていくとか、まあそういうなんかつながりができるんじゃないかなと思って、こういう配置にしてます。なので、まあ、例えばお子さんが家から出かけるときにウォークインクローゼットで服を、まあ、例えばジャンバーなんか着て、でそのまま、1階に降りていく、という形で、まあ、もしくは階段で上がってきて帰ってきてウォークインクローゼットにしまってから部屋に戻るとかいう形の、まあ、中間的なところでウォークインクローゼットを持ってきてます。で、その3として今回ですね、吹き抜けを設けてます。で、吹き抜けを設けて1階と2階つなげることで、まあ、家族の気配、まあ、これもキッチンのところから2階の雰囲気も多少なりともね、気配を感じられると思うんで、そういう形で1階と2階をつなげてます。でかつですね、まあ、リビング階段になるんで、どうしてもリビング階段になると暖房器具とかですね、まあ、温めた空気が2階に逃げちゃうんで、まあ、それを吹き抜けの上に、シーリングファンですね、扇風機みたいなやつですねを天井から吊って、空気を循環させてあげようという形で、温まった空気を下に、もしくは冷房なんかで言うと、冷気は下に降りていくんで、シーリングファンを逆回転させて、空気を上に、循環させるという形の、まあ、吹き抜けを設けてます。で、その4ですね、これもお客さんからの要望で2階にトイレが欲しいということだったんで2階にトイレを設けてます。ただ、必要な部屋をですね、数を、確保するためにちょっとコンパクトにはなったんですけれども、とはいえ、必要な部屋数を設けてます。で、その5ですね。で、このホール、2階のホール、ちょっと広くなってるんですけれども、この上も、実は吹き抜けで、ここからハイサイドの窓ですね。ハイサイドって何かっていうと、例えばトップライトでいうと屋根に窓があるんですけれども、ハイサイドっていうのは、壁ですね、吹き抜けの壁側に窓をつけて、でそれも南側からの、窓になるんで、おそらくまあこれちょっと今現場見つつ思ってるんですけども、結構な光が入ってくるんですね。だからまあこの2階のホールで吹き抜けを通して1階のリビング、ダイニングのところも光が差し込むような形に、なってます。だからそういう意味ではちょっと、明るい、ホール、明るいリビングを目指してます。で、今回のその、イメージなんですけれども、ちょっとウォークスルーで CG を動かしてみたいなと思います。キッチンから見た感じで、ちょっとこれ動かしてみます。ちょっと前進んでみて、今これがダイニングですね。で、リビング階段があって、この上のところに吹き抜けがあります。で、こう、上がっていくと上にバルコニーに抜ける、吐き出しの窓があって、テレビがあってという感じですね。で、ここが、玄関、で洗面と、これが収納、キッチンとしては今こういう形ですね。で、ここが2階に、まあ、これちょっと天井の仕上げは違うんですけれども、シーリングファンをつけて、空気を循環させようとしてます。で、ちょっと見にくいかな。上に見えるのがハイサイドライトですね。ハイサイドの窓が、光が差し込むような形になってます。
で、これがリビング階段で、ちょうどね、このキッチンから見渡すと、もうほぼ全て見えてくる感じになると思います。で、正面にテレビを置いて、テレビも見えるという形ですね。これが吹き抜けです。ちょっとあんまりこれ見てると気持ち悪くなっちゃうんで、これぐらいにしとこうかなと思うんですけれども、そうか、ちょっと1回2階から 見下げたリビングを見下げるとどうなるかっていうのを、このままちょっと2階にうっと上がっていくとこんな感じですね。2階、これ2階ですね。これが2階の吹き抜けのところですね。こんな感じ。こんな感じ。ちょっと気持ち悪いな。で、これが廊下があって、こう下に降りる階段で、ここがバルコニー。で、ここが、この扉が、ウォークインクローゼットの扉という感じ。ですね。ちょっともう一回下に、ちょっと待った、下に降りられへんのかな。降りた。で、キッチンの方を向いたらこんな感じで、キッチンの上にもですね、ハイサイドライトがあって、ハイサイドライトっていうか窓ですね、横長の窓があって、でこっちは東南の方なんで、方位としてはだから朝から昼にかけては光がすごく入ってくるキッチンになります。明るいキッチンになります。で、勝手口があってというこんな感じです。で、今これちょっとウォークスルー用の、CG なんで、これをレンダリングしたらどうなるかっていうのもちょっとお見せしておきます。で、それがまず一つがリビングの、パースですね。もうこれは動かないですけども、イメージとしてはこんな感じですね。ちょっと木の色とかフローリングの色とかっていうのは若干本物とは違う、なかなかね色の調整が難しいんですけれども、まあ完成イメージですね。イメージパースで、もう一つ反対向きのキッチンに向けたやつがこんな感じ。だキッチンの、外壁側に 横長のハイサイドの窓があって、でトップライトというか、まあ吹き抜けの方の窓、ハイサイドライトからも光が入ってきて、この吹き抜けに関してはちょっと明るい吹き抜けになってくるかなと思います。これも今工事してるんで、完成した時に、まあ、こんなイメージになるかどうかっていうのも、まあ、お楽しみ、いただけたらなと思うんですけれども、完成イメージとしては今こんな感じです。はい、ということで、今回の、設計の解説、はこれぐらいにしとこうかなと思います。で、今回は、まあ、現在工事している家づくりの設計の解説と完成イメージをご紹介しました。で、今後なんですけれども、例えば、まあ、先ほども言いましたけれども、敷地の法律的な解説とか、各用語の解説、もしくはこれから家づくりをする方へ向けた間取りの解説とか、設計方法の解説とか、で、家づくりのおすすめ情報なんかもあったら、ご紹介したいなとは思うんですけれども、今後もまだまだ動画を作成していきますので、よろしくお願いしますということで、最後までご視聴ありがとうございます。で、もしこの動画が良かったと思った方は、いいねボタンをお願いします。いいねボタンで、チャンネル登録がまだの方はですね、ぜひチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。ビーブス中野でした。